水槽の中の水には魚の排泄物や食べ残し、腐敗したものなどに含まれる有機窒素化合物があります。特殊な微生物によって有害なアンモニアは分解され、亜硝酸塩を経て最終的には硝酸塩になります。窒素化合物は有害な成分です。亜硝酸塩濃度が 1.6mg リットル以上になり、長時間経過すると魚に対して有害であり、生物ろ過が適切に機能していないという間接的な指標となります。亜硝酸塩濃度が高すぎる場合、水槽の水は有害なアンモニアをも含んでいます。亜硝酸塩濃度は 0.8mg リットル以下を維持するようにしてください。